ICP 等地平面型、円筒型、半導熱型の ICP 誘導コイル誘導結合プラズマは、気体に高電圧をかけることによってプラズマ化させ、さらに高周波数の変動事情によってそのプラズマ内部に渦電流によるジュール熱を発生させることによって得られる高温のプラズマである。誘導結合プラズマの温度は1万系程度、電子密度は 約1017個枚立方メートルである。石英ガラス管で作られた機体の通過する流路の周囲にコイルを巻き、そこに高周波数の大電流を流すことによって、高電圧と高周波数の変動事情が同時に得られ、誘導結合プラズマを発生させることができる。高電圧の高周波数の電源は周囲に電磁波を漏えいする。それによる通信の妨害を避けるため、 通信以外の用途専用に開放されている ISM 周波数帯である周波数 27.12MHz 及び 40.68MHz の電源が用いられている。科学分析においてはアルゴンガスによって生成される誘導結合プラズマがサンプルを数摂取1000度から摂取1万度まで加熱し原子化、熱冷気するのに用いられている。 ICP を利用した分析法には ICP-ICE と ICP-MS の2種類がある。MEMS や集積回路の製造に用いられる反応性イオンエッチングによる微細加工で使用される。また、数メガヘルツの高周波発信機を用いた誘導熱プラズマはナノ粒子の合成や圧膜合成、フロンガスやポリエンカビフェニル、有害ガスの分解に利用されている。 ありがとうございます。